暑い、すごく暑い。いやー、暑すぎてね、顔が油ぎっしゅはい、設営の方終わっております。今17時ぐらいになったかな。とりあえずね、設営終わったんで行きます。はい、マルエフ。はい、乾杯。たまんね、生き返る。あのね、ヤブカがすごくてね、もう一箇所壊れちゃったんだけど、森林工買ってきて3箇所に置いてあります。こう囲うように。それでも寄ってくるからね。ここはヤブカすごいな。なんか疲れちゃった焚き火もね、どうしよっかな。準備はしてあるんだけど、暑いんだよね。酔っ払う前に小割りだけ作っておきましょうかね。あと余計なことしてね、汗かきたくないんだよ暑いな。前回ね、残した薪があるから、それだけでも燃やしちゃいたいな。よし、小割りはこのぐらいあればいいだろう。フェザーはね、やんない松ぼっくりもあるしね、松葉もあるしね、マッチで火つけちゃいます暑いからね、やりたくないんだよね、焚き火も。ですね、この季節は食材、それ困っちゃうんだよね。食中毒とかね、ならないように。ただでさえね、クーラー入れてあっても暑い車で移動して絶対嫌だなと思ってなもんで、今日はマック。これもね、3時ぐらいに作ってもらったんだけど、大丈夫だろうね、完全に火通してあるから。ただポテトはしなしなになっちゃってると思うよポテトしなしな、しなしな、冷たい。まあしょうがないな。メインはビッグマック。私ね、ビッグマックか普通のハンバーガーしか食べないですね。他のね、凝ったやつはね、食べない今日ね、お手拭き忘れちゃったの。車に行けばあるんだけど、カラッカラに乾いてるかもしれない、しばらく放置してたからだからちょっと手洗ってきます。よし、食べるか。まさかこれが腐ってるわけないよな。しかし食べづらいな。うまい。冷めてるけどうまい。あのね、カレーおじさんね、毎晩のようにカレー作ってるスパイスカレーとかね。結局ね、トマト缶がね、余るんですよ、中途半端に。最近は一人前で作れるようになったの。チキンスパイスカレーとかバターチキンカレーとかいろいろ。それでね、ほぼほぼね、毎日作ってるな。玉ねぎも一人前だと半分でいいんで、また半分残るでしょ。そうすると翌日またやって、バスマティライスもね、ちゃんと炊いて。うまいよ、スパイスカレーとか。ほんとうまい、バスマティライスで食べると。いや、舌がそういうのに慣れてきたんだろうけどね。もう最近お気に入りだな、スパイス臭いも家の中があのね、私家ではね、かなり自炊するんですよ。昔はまるっきりしなかったんだけど、でもね、キャンプだとね、何も作りたくない できれば出前でも取りたい。不思議ですよね。大体ね、キャンプに行く時のメニューとか思い浮かばないもん。しかもめんどくさいからね。今日はね、3組ですね、4人で。うまい具合にね、みんな散らばってくれてるから、私のところからは誰も見えない。静かですよ、いつもの東屋の真ん前。ここ取れる時はね、ラッキーなんだよね。荷物のね、荷下ろしとか積載とかするのにね、近くていいの。それで
今からの時期だとね、やっぱシャワーがないときついですよね。シャワー、ビッタビタに汗かくからな。シャワーとウォシュレットは欲しい。虫除け成分の入ったオイル、今回はね、いい感じに芯をカットしてあるからいい感じに燃えるかもね。え、形いいでしょう。ちゃんとにね、芯をカットしてきてあるからバッチグー。んー、パナソニックのルミックス S9、 私注文してあるやつ、供給不足を告知しましたって。6月20日発売予定となってるけど、想像を上回る予約数とのこと。マジかよ、これヒット作になったねへえ。私はね、マップカメラで注文してあるから、マップカメラに割り振られた分は来ると思うんだよな。予約開始日かなんかに予約してあるから。はい、時刻が18時半、ハイボールいきます。はい、ピスタチオ当たり目、この辺をちまちましゃぶってきますはい、焚き火を始めました。なんかね、寒い少し さすがにね、寒いなってちょっと感じてきたけど、暑いわこれは。うん、今夜ね、20度が最低気温だったかな。シュラフ なしだからねさすがにね、撮影用の照明ないと厳しいね。今ね、1個こうランタンをこう当ててるのよ。これないとね、どうしてもこうなっちゃう。コールマンの前回から使い出したガスのノーススター、これはね、3段階か4段階絞ってあります。眩しすぎてね、直視できない。これでもね、かなり眩しい。だから上からの光はいいんだけど、後ろからの光が欲しいんだよね。あー、暇だいやー、暇ですね今時刻が20時半ぐらいかな。私ね、最近ね、 YouTube 見るより Netflix 見てることが多いんですよ。あのグッドドクター、フランス語かな、なんかわかんないんだけど、自閉症のお医者さんがまあいろいろスーパードクターになっていくって話だけど、そこに恋愛とかいろいろトラブルとか織り交ぜて、うん、それがね、シーズン1で20話ぐらいあるのかな。シーズン4まで今出てて、それ全部見ました。シーズン4の最後、リアっていう恋人と結婚するんだってなった ところまで、かなりね、のめり込んで見てましたよ。外国もののドラマとかダメですね、寝る時間がなくなっちゃう1話見たらどんどん見たくなるから。でシーズン5が今外国で放映されてんのかな。まあそれ出てくるの楽しみなんだけど、グッドドクターね、ネットフリックス面白いよ。あとちょこっと燃やして終わりですね。21時過ぎには終わるかな。そしたらシャワー行って幕内かな。まあ適当に燃やして、燃やし終わったらシャワー行って幕内で、あと残り2本あるんだよなまあ適当に飲みます。はい、時刻が21時半、焚き火も消えたんで幕内入ってきました。意外にね、蒸し暑い。シュラフないけどね、うん、大丈夫かな。はい、幕内乾杯。ちなみに3本目もう飽きたなこのね、テントの中で撮る用のマイクも忘れてきましたね。すげえな、入れたつもりだったんだけどな。
どっかで落としたかな。とりあえずね、これ飲んで寝ようと思います。それじゃあ皆さん、おやすみなさい。はい、おはようございます。時刻が7時、カラスが一通り騒ぎ終わったんで起きようと思います。寝袋なしはね、寒かった。特に上半身がね、すげー寒かったです。ちょっとかけるものがあれば随分違ったろうね。じゃあ起きます。まだかーかーやってら、仕方すか。はい、時刻が8時ぐらい。撤収の方すべて完了しました。まだ清々しいぐらいかな。これからガンガン暑くなります。季節柄もう7月になったらキャンプはね、オフシーズンかなと思ってます。ただ新しいカメラが来たら一回来たいかな。本当もう暑くなる前に撤収しないと地獄の季節ですね。よし、それじゃあぼちぼち帰ろうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。またね。